タフトとは、ダイハツ工業が生産、販売している、クロスオーバー SUV タイプの軽自動車及び、過去に生産、販売していた、ジープタイプの普通商用車である。タフト登場以前の四輪駆動車市場には、トヨタランドクルーザー、日産、パトロール、三菱、ジープといった普通車と、軽自動車の鈴木ジムニーがあり、その中間を埋める車種として1974年に、 販売が開始された。1998年改定の軽規画より若干小さいボディサイズにラダーフレームと四輪リーフリジットアクスルのサスペンションという車種を備えた本格的オフロード車である。エンジンは当初排気量 1000cc のガソリンエンジンのみであったが、後に自社製の 2.500cc ディーゼルエンジンとトヨタとの業務提携により、 トヨータ製 1600cc ガソリンエンジンを追加、さらに最終モデルではディーゼルエンジンの排気量が 2800cc まで拡大された。軽いボディと相まってパワフルな走りを見せた。トランスミッションはフロアシフトの4速 MT のみ。トランスファーは副変速機付けでリアセンタースルータイプのパートタイム 4WD である。ホイールベースは1種類、ボディは2ドアのみで、 ホロタイプに鉄板ドアとホロドアの2タイプ、バンタイプ、あとに FRP のハードトップを装備したレジントップが加わった。海外にはピックアップトラックもあった。1980年にはトヨタ自動車にブリザードの名前で OEM 供給を開始。OEM ではあるがエンジンの設定が異なっており、ブリザードは 2.2L のトヨタ製 L 型ディーゼルのみで、 ガソリンエンジンや大発生エンジンはない。1984年にフルモデルチェンジされ、社名もラガーに変更される。2020年に開催された東京オートサロン2020内で発表された K クロスオーバー SUV のコンセプトモデルの名称としてタフトの名前が復活。その後、同年6月10日から販売が開始された。コンセプトカー、ワクワクタフオールマイティ4 ホイールツーリングビークルの頭文字を取ったもの。二代目はタフオールマイティファンツールの頭文字を取ったもの。海外名はワイルドキャット。ありがとうございます。